はい、今回はまあ、A プラットの、まあ、我々としては看板コンテンツと、まあ、言えるインフォグラフィックというものをご紹介していきたいと思います。でインフォグラフィック の作成の担当者である今日は浅野さんに来ていただいて説明していただきたいと思います。浅野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずそのインフォグラフィックって言葉を初めて聞いた方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、まず最初にじゃあ A プラットのトップページを共有いただいてですね、どこにインフォグラフィックのコンテンツがあってインフォグラフィックがどういうものかというのを少し教えていただけますでしょうか。はい、わかりました。はい、こちら A プラットのトップページになっておりまして、こちらから地域の適用をクリックしていただきまして、うん、ちょっと階層が深いんですが、ここの支援メニュー、支援メニューですね、はい、をクリックしていただきまして、2の12番目インフォグラフィックこちらにございます。はい、こちらクリックしていただくと、現在公開中の6分野32項目を見れる形になっております。はい、こちらは環境省から出されている気候変動影響評価報告書の、7分野71項目の、分野ごとの整理に沿っております。項目自体は環境省の報告よりもより細かいものを扱っているものもございます。一つお見せいたしますと、こちら PDF 形式になっておりまして、こちらがまずタイトルのところに分野、大項目、小項目という分類が書かれています。で表側は影響の要因と現在の状況と将来予測で、これらに対する適応策をまとめているのが表側となっております。で裏側に行きますと、表側の詳細について記載がございまして、さらにこのインフォグラフィックを作成した時に用いた文献も一覧表として掲載する形になっております。なるほど、表面はかなり絵とか、まあ、図が豊富に使われていて、すごく一般の方にも分かりやすそうなものになってますね。一方で裏面は実際に使っていただく方が説明しやすいように詳細な説明を記載しているということですね。なるほど、その通りです。ちなみにこれ作るときっていうのは、まあ、本当にさまざまな分野があって、まあ、専門としては多岐にわたると思うんですけれども、すべて国関係だけで、作ったものなんでしょうか。国関係の中に専門家の方がいらっしゃる場合はその方にご指導いただいたんですが、それ以外の分野も多いので、その場合は他の研究機関の方にご協力いただいて作成いたしました。なるほど、やっぱりかなり分野が多岐にわたるので、まあ、他の研究機関に協力をお願いしたということなんですね。あ、その通りです。はい、そういう意味では、まあ、国関係だけで作ったのではなく、本当に専門の研究機関の方に見ていただいたということなので、まあ、内容としてはかなり充実したしっかりしたものになっているということですね。ですね。そこが私も思ってて、すごくやってて感じたんですけども、うん、やはり各分野で研究とか技術開発がそれぞれ行われていて、ものすごく奥が深いので、うん、インフォグラフィックは本当にその入り口をお示しするのがやっとというところだと思ってます。うん、でこの入り口を分かりやすく示すことで、より皆様方で奥深くに入っていただけたらなというふうに思っています。うんうん、なるほど、そうですね、確かにこれを入り口としてさらに、まあ、奥深くのことを知りたいとなった時に、まあ、我々もそういうこういった活動を通じて多少なりともネットワークみたいのができているので、まあ、少しお問い合わせいただければ研究機関を紹介させていただいたりってことができると思うので、そういったさらに発展的な活用というか、そういうのも見込めるということですね。おっしゃる通りだと思います。はい、ありがとうございます。であとはですね、これをどういう場面で活用していったらいいかとか、その活用方法について考えはあるでしょうか。そうですね、イメージしていたのは地域気候変動適応センターさんや自治体の方がイベントなどをされる際に配っていただいたりとか、掲示していただいたりっていうことですとか、皆さん結構環境教育で学校に行かれたり、一般の方にお話しされるということを伺っておりますので、そのような場でも使っていただけたらと思っておりました。
自治体の皆様、地域適応センターの皆様との意見交換会っていうのがあったんですけども、そこでもこのインフォグラフィックはとてもいい資料だと、使っているというようなお声もいただいたので、それはすごく浅野さんとしても嬉しい声だったんじゃないでしょうか。そうですね、これたくさんの研究者の方に、専門家の方にご協力いただいたので、その気持ちに応えたいというのがあったので、これが世の中に広まったらいいなというふうに思っています。今はさっきAプラットの画面を見せていただいただけで、こうかなりこう本当にたくさんの項目があるんですけれども、はい、もし何かこれをご覧になっている方で、こういう項目について作ってほしいみたいな、ご要望もあれば、もちろん全て対応できるかは分かりませんけど、検討も可能ですかね。そうですね、むしろ皆様のご希望をお聞きして、より充実させていきたいと思っています。そうですね、ぜひ、はい、こういった分野も欲しいみたいなのがあったらいただきたいですね。はい、じゃあここからは、活用方法とか、作り方について、浅野さんにスライドを使って、説明してもらいたいと思います。お願いします。活用方法と初めての方向けのインフォグラフィックの作り方についてご説明させていただきます。まずインフォグラフィックの活用方法なのですが、こちらのような内容を想定しております。続きまして、ご自身の地域でもインフォグラフィックを初めて作りたいという方向けに、工程例や作成方法例をご説明させていただきます。インフォグラフィックの作成工程はいろんなパターンがあると思うのですが、ここではAプラット掲載分の工程例をご紹介させていただきます。まずはじめに、インフォグラフィックの原案およびそこに配置するイラストイメージの作成を行います。イラストイメージは、このようなポンチ絵を描いたり、イメージに近い写真などを準備いたしました。次にその原案をもとに専門家による技術指導を受け、加筆修正を行いました。それをもとに、プロの方にデザインやイラストを作成いただきまして、特にイラストの表現に誤認かないかなど、専門家の方にご確認いただきました。また論文の図などは著作権者へ利用申請、許諾の取得を行いました。それで最終的にAプラットで公開という形を取りました。イラストやデザインの作成方法例なんですけれども、私の理解している範囲ですと、プロに依頼する場合とご自身で作成する場合が考えられると思います。それで特にプロの方に依頼する場合は、個人の方ですとか、デザイン会社さんなど依頼先が複数あって、実際どこに依頼したらよいか悩まれると思います。で、私も最初この分野の知識がなかったので、本当に試行錯誤をしました。で、その中で気づいた依頼時のポイントというのを4つお伝えしたいと思います。1つ目が作風です。ご自身の希望や好みに近いデザインやイラストを作成してくださる方と出会えるのが一番です。でも初めてで作風をイメージしにくい場合も多いと思いますので、その場合はブラウザーでインフォグラフィックと検索していただくと、たくさんの事例を見ることができるので、その中で自分の好みのものを依頼先にお伝えすると、それに沿った提案をしていただけると思います。で、2つ目が著作権です。これはご利用目的やご予算に応じて選ばれると良いと思います。で、インフォグラフィックとしての利用のみで予算を抑えたい場合は、著作権譲渡を受けずに利用料のみ支払うという方法がございます。しかし、パンフレットなどにもイラストを利用したいという場合は、著作権譲渡をいただいて、かつ著作者人格権を行使しないという契約をされることになると思います。その場合、前者よりも費用が増える傾向にあると思います。3つ目のポイントは、納品のデータ形式です。PNG などの画像形式よりも、編集しやすいイラストレーター形式などでも、納品いただいた方がその後の編集などはしやすいのですが、費用は高くなると思います。で、ご予算と目的に応じて、この形式は決められたら良いと思います。
最後に4つ目は、個人的な感想なのですが、担当者の方との相性もあると思います。自分の表現したいことを理解して形にしてくれる担当者の方の方が制作がすごくスムーズに進むので、できたら発注前に打ち合わせをして感触をつかんでおいた方がいいと思います。でまた自分で作成するという場合は、私は利用していないのですが、作成ツールですとかアドオン機能もあるようです。こちら、最後のスライドになりますが、適応策への理解を深めていただく一助となれるように、引き続きコンテンツの充実を図っていきたいと思っておりますので、何かございましたらこちらの方にお問い合わせいただけますと幸いです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。インフォグラフィックを依頼するときの注意点とか、費用の面に至るまで、かなりこう実務的にこれを作ろうと思う人がこう気になる点を今説明していただいたので、すごく参考になる情報かなと思います。実際この説明を聞いただけだと、細かい点まだちょっとこういうところどうなんだろうっていうのがあるかもしれませんので、これを見てですね、もう少しちょっと詳しく作りたい、知りたいという方がいたら、こちらに問い合わせていただければ、浅野さんがそこら辺サポートを相談に乗って、くれるということですので、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。はい、じゃあ浅野さん本当にありがとうございました。